江崎道夫のネットブリーフィング。この番組は不走者さんのご協力で配信しております。今日も評論家の江崎道夫先生にお話を伺いたいと思います。江崎先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、沖縄の反基地闘争ということをテーマにやっていきたいと思うんですけれども、委員会においてすごく画期的な議論が最近、はい、先月ですかね、はい、ありましたけれども、はい、もうこれネットでね、もう話題になっているので、まあ、このクララの、ね、視聴者の皆さんも皆さん分かっている話だと思うんですが、3月9日の参議院の内閣委員会で和田政宗先生がこの沖縄の反基地闘争に過激派が入り込んでるんじゃないのかという質問をですねしたのに対して、警察庁のですね松本警備局長がですね、沖縄の反基地闘争の中には極左暴力集団も確認されているという話なんですね。で、極左暴力集団って言ってイメージ分かりますか？暴力的怖い、角丸派みたいな。角丸派、要はこれね、要するに公安警察用語で言うと、要するに自分たちと違う人たちに対して殺人やテロまで行う犯罪者集団って意味なんです。犯罪者集団、要するに刑法犯集団の人たち、そういう、なんていうか違法行為、要するに殺人も厭わないような違法行為、暴力活動をやっている人たちが沖縄の反基地闘争の中に入っているということを、これ警察庁が認めたんですが、これってですね、国会でそれが認められたのは今回初めてなんですよ。これすごい答弁ですよね。すごいです。これを引き出すって すごいし、よく僕は安倍政権よくこんな踏み込んだこと言ったな、よく本当によく言ったなっていう感じです。これなんでよく言ったのかっていうと、それを言うっていうことは、要するに警察も公安調査庁とかなんとかももう全面的にマークして、場合によっては検挙も自殺ということを前提にしているので、それぐらい腹をくくってこの沖縄の反基地闘争のグループたちを徹底的にマークしているという意味で、よくこの質問を、ね、引き出した和田先生もすごいんですが、それを答える安倍政権もすごいよねっていう感じで、なんか安倍政権はなんかこの沖縄の反基地闘争に対してやっぱりこれまでの歴代自民党政権というのはかなり腰が引けてて、どうしても反基地運動っていうとね、このあんまり強く出れないみたいな空気がずっとあったんですが、腹をくくって対峙するという感じがあるので、すごいなということなんですね。でこの和田先生の質問に連動して、今度3月21日にですね、沖縄及び北方問題に対する特別委員会、この参議院なんですが、これで山田博史先生がおなじみのこの山田博史先生がこの沖縄の反基地闘争の中に極左暴力集団、角丸派とかそういう連中が入ってるんだというふうに答えてるんで、それで捕まってる人もいっぱいいるんで、逮捕された人が41人いるんですがと、この逮捕された中に外国人はいるのかと、またすごい質疑をで、この外国人いるのかっていうのに対して、このですね、ピンポイントですね。そうそう。で同じ警視庁、警察庁 の官房審議官の警備局のですね、白川さんという人が、4人いますと。で韓国籍です。いずれも韓国籍と。そう、いずれも韓国籍。いや、それ売っちゃっていいのっていう感じなんだけど、びっくりですよね。これリアルタイムで聞いてたんですけど、と思って。あ、聞いてたね、はい、リアルタイムで見てて、はい、いやいや、もうこれ言っちゃっていいのかよっていう感じで、でこれはやっぱり外国人が政治活動をやることに対して当然これ取締り対象になるので、でそういう取締り対象になることをはっきり言うということで、やっぱりこの和田政宗先生と山田博史先生の連携プレーで沖縄の反基地闘争が実はもう、要するに沖縄の、ね、要するに住民の人たちが立ち上がってやってる、ね、そこがそうじゃないとは言わないけども、ただそういうグループの中に極左暴力集団がいて、その極左暴力集団だけじゃなくて韓国の要するに反政府活動家たちが
日本でやって、沖縄に来てやってると。で実際にね、沖縄の辺野古とかですね、ああいうところに行ったことありますかね。ありますよね。ありますよね。あの時にほら、垂れ幕じゃないというか、そうそう、なんかいっぱいいっぱいありますよね。いっぱいあるでしょ。あの中にハングル文字がある、はい、見たことない、はいはい、ハングル文字がいっぱい書いてあるのね、うん、でこれなんかどう考えたって韓国朝鮮系の人たちがやってるよねっていう、その横幕やの抗議ビラがもうバカすか張ってるので、ああいうのを、まあ、もう我々はみんな知ってる話なんですが、それをというのを政府レベルが認めた、うん、これ大きいことですよね。大きいことなんだけど、これ産経新聞ぐらいしか報じてないんですよね。そうです、産経新聞さんはとそうです取り上げてましたね、はい、うん、だけど地元でも全然報じられてなくて、で繰り返しますが、そういうような犯罪者と思われる人たちや外国人の人たちが反基地闘争をやってて、純粋に沖縄県民の人がやってたということでは必ずしもないようだということを政府が表に出したという意味ではすごい画期的で、やっぱりそうやって沖縄の反基地闘争のバックにどういうのがあるのかというのをこう見ながら国民の人たちに知らせることって大事なんですよね。そうですね、うん、でなんでそんなこと言うかっていうと、いまだに朝日新聞とかですね、地元 の, 沖縄タイムスや琉球新報は本土対沖縄県民の対決みたいな描き方をする、うん、沖縄が反抗しているみたいな、そう、沖縄県民の人が本土にね、もうやられたい放題やられて、その仕返しで反基地闘争やってるんだみたいな報じ方をしているんだけども、必ずしもそういうことではないよねということをやっぱ政府は認めてしまった、うん、でこれ非常に都合の悪い事実で、だから他の新聞は絶対報じないですけども、森友問題の陰に隠れてこういう立派な質疑がですね行われているでこの問題ってですね、実はインテリジェンスといって、いや、スパイ工作も含めた問題と関係して、これものすごい大事なことなんですね。これ大事なことっていうのは何かっていうと、僕は正論のですね、5月号で中国にとって日本は昔からスパイ天国っていう論文書いたんですね。はい、読みました。読みました、はい、あ、読んだ、すごい、はい、でどういうところが印象に残りました？ですね、そのスパイ、中国の工作が、うん、実は何でしたっけ、東京裁判よりもっと前からそういうことはされていたっていうところに、あ、そうだったんだと思って、うん、ちょっとなんかいろいろネットで適当にやってたら、田中上層部とかなんかそういうのも関係してるのかなとか、はい、日本解放第二期、あれ、あれって本当ですか？あれは、ああいう文章、西内さんの文章ね、はい、宮城さんの文章とか、そういう人たちの文章もあるんですけど、要は日本はね、戦争で負けて占領軍がやってきて東京裁判所を押し付けられた時から日本をやられたんだっていうふうに皆さん思い込んでいるんだけども、実はそうじゃなくて、戦前からもう中国共産党やコミンテルのスパイが日本の軍や政府やマスコミやさまざまなところに入り込んで、いわゆる日本は侵略戦争をやったんだとか、日本はひどい国だったんだっていうキャンペーンをやっていたんだと。でそういう意味で中国はにとって日本は昔からスパイ天国なんだぜよということを書いたんですが、これ書いたのに対してですね、フェイスブックでこういうことを書きましたっていうふうに書いたら、多くの人がですね、いや、やっぱりだからスパイ防止法が必要ですって書き込んでくるんですよ、はい、でその問題なんですね。実は戦前はスパイ防止法はあったんです。治安維持法という法律とですね、軍機保護法という法律がありまして、この2つの法律に基づいていわゆるスパイというものを取り締まる仕組みはあったんです。一応あったんですね、その時も。 ありました、当然ありました。で軍機保護法というのは陸軍の憲兵隊、陸軍の憲兵隊とかなんとかが適用されてやっていく法律、これは軍事機密を盗んだ人間を捕まえる法律、うん、で治安維持法っていうのは国体、つまり天皇制、皇室というものを打倒したり収財産を否定するような、そういうふうな要するに政治犯を取り締まるという、これは内務省系、特別高等警察っていう特攻隊っていうんですけども、特別高等警察なんかが使っていた法律、この2本立てで戦前はスパイ防止をしようとしていたんですが、
実はその2つの法律では結局中国のスパイ防止は何もできなかったんです。で、そもそもスパイを取り締まるといった場合に、秘密を盗んだり買収をしたりするスパイが取り締まることは可能なんですが、中国人たちですね、戦前の中国人たちは軍やマスコミや政府の中に入り込んで日本の政策を歪めたりいう影響力行使ということをやってたんですね。どちらかというと、その情報盗むとかっていうよりも工作の方そうでです、すか？工作です、そうです。情報を盗むんじゃなくて工作活動、影響力行使活動をやっていて、でその結果やっぱり近衛内閣に対して日中戦争を早く、ね、終わらせないようにするとか、で日中和平を妨害して中国のとの戦争を泥沼化させて日本がソ連に攻撃できないようにしてしまうとか、そういうような日本の政府の政策を歪めるような工作をやっている。で、これは軍事機密を盗んでるわけでも、天皇制を批判しているわけでもないので、皇室を法律で裁けないんですよ。で、実はこういう法律で対応できないスパイ工作というのが戦前も戦中も戦後も山ほどあって、そういうものに対してはこの法律でやるんじゃなくて、そういう工作がされていることを理解しながら、そういう人たちが我が国の政策を歪めてないかをチェックしていく。で、それに対して対応していくという自分たちのインテリジェンス能力をどう上げるのかっていうことしかないんですね。それしか、世論というか、そういう国民の理解を高めていくことしか国民ない。の理解と政治家や指導者たちがそういうことの能力を高めていく。で、ここでは書かなかったんですが、日中は日本が、まあ、シナ事変、日清事変で日中戦争に、まあ、絡め取られた後、ちょうどね、あなたも尾崎さんだけど、まさか。例の例のね、朝日新聞の尾崎さんっていう人がいて、骨見さんですか。朝日新聞の尾崎さんが近衛内閣の、まあ、ブレーンとして官邸に入って、で官邸の中に入って日中和平交渉の文書にも作成にも関与していて、で日中和平交渉を妨害する工作をやっていたわけですね。で、この日中和平交渉を妨害する工作をやっていた。で、官邸の中にいる。で、官邸、近衛内閣の幹部の中にスパイがいるわけです。ブレーンでしたブもんレーンでね。す。恐ろしい。で、ブレーンだから、そういうブレーンの人間をスパイ防止法で捕まえることができるのか。だから無理なんです。じゃあ今のそのスパイ防止を作らないとっていうその議論っていうのはもう不あ、そうじ毛ゃなくて、スパイ防止法は作っていいんだけども、スパイ防止法だけでは対応できないって話なんです。で、これはね、特定秘密保護法って法律がね、2年前に日本でできましたけども、時に政府のね、特定秘密保護法の関係者と話をした時に、いや、この特定秘密保護法って大事な法律だと思うし、僕はこれ作る賛成なんだけどって、ちょっと聞きたいんだけどって言って。この特定秘密保護法違反で、ね、捕まえられなきゃいけない対象者が官邸にいっぱいいるよねって、いた時にあなた方どうすんのって、官邸にあなた方警察は踏み込めるのって言ったら、いや、それは考えてません、いや、考えてませんじゃなくて、官邸にこそそういう秘密をアクセスする人間山ほどいるんだから、過去にありましたもんね。だから官邸の中にそういう人間がいることを前提に、官邸にあなた方を踏み込むということは考えてないのって言ったら、うーんって言って。だ傾けいちゃいましど、た。戦前の近衛内閣の時はまさしく尾崎さん、朝日新聞の尾崎さんは官邸にいて、近衛総理の下で工作をやってたわけで。で、そういう人間に対して憲兵隊も陸軍の人間も手出しできなかった。という意味では、とにかく繰り返しますけども、政治家や官僚や我々国民がインテリジェンス能力を高めなきゃいけないということがものすごい大きいのと、もう一つね、
まあ、この尾崎さん、ね、朝日新聞の尾崎と一緒に連携してスパをやってたのがゾルゲって人がいるんですね。あのゾルゲ事件の名前のそのゾルゲ、そう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 、イハルト・ゾルゲっていう人がいるんですが、このゾルゲっていう人は新聞記者として日本にやってきたんですが、ね、あの日本人にね、みんなから愛すね、理解してもらうために何をやったのかっていうと、日本のね、歴史伝統文化を一生懸命勉強して、ね、自分は日本の文化が素晴らしいと思います。ああ、それは親近感湧いちゃいますね、そんなこと言われたら。でしょ、はい、で日本のこと好きです、大歓迎ってなりますよね、日本人、ね、で日本のこと知りたいです。で同盟国ドイツの、ドイツ同盟、同盟国ドイツの大使の結局ブレーン、同盟国のブレーンで日本のことが大好きで日本の文化のことを知りたいです。でジャーナリストで弁が立つ、ね、そういう人、ね、日本のメディアみんな大喜びしたって、ゾルゲにいっぺんいろんなところで講演してください、原稿を書いてください、こんなね親日家のゾルゲっていう人がねドイツにいるね、同盟国というのにいてね、素晴らしいですよねって言ってみんな喜んで、ね、機密のあるね、内部の会合にゾルゲをいっぱい呼んでいったんだね。でゾルゲは情報を取り放題、もうそこから、そう、あ、そういうことだったんですね。そういうような形で日本はゾルゲと尾崎によって戦前情報を取られ放題取られ、なおかつ、ね、ゾルゲたちの言う通りに、ね、あ、やっぱり同盟国はそういうこと考えてるんですねって、入り方が巧妙というか、そう、巧妙でしょ、うん、でそういう巧妙なやり方をしてくるんだっていうことを知っとけば対応しようがある、うん、知らないと、ね、日本のこと好きですって言うと、ああ、日本のこと分かってくれる人だ、仲間だと思っちゃう、うん、思いますですよね。だからそういう意味で言うと、繰り返しますけども、うん、そういうインテリジェンス工作に関しての見識っていうのを我々が高めるとともに、そういう人たちがみんな敵だとか味方だとか言うんじゃなくて、そういう入り方を外国の人たちはしてきてるわけで、そういうのに対してどういうふうに対応するのかっていうことを考えないと、うん、どういう方法でなんか寄ってくるかっていうのを分かってるだけで違う気はしますね。そうでしょ、はい、だからそういうことを理解しましょうねという意味でこの文章を書いたんですが、残念ながらスパイ防止方法って話になるので、ぜひともですね、スパイ防止法は僕不要だと言ってないです。スパイ防止法は作っていくことは僕大事だと思うんですが、ただそれで物事が なんとかなるっていうほど簡単なものではなくて、やっぱりインテリジェンス能力っていうものや、日本がいかにやられたのかっていうインテリジェンスヒストリーという分野があるんですが、そういうものをきちんと学問として勉強していくことなしには、この日本がスパイ天国という汚名を脱することはできない、うん、ということをやっぱり理解してもらいたいということで、まあ、あえてこういう文章を書いた次第です。繰り返しますけどもですね、ゾルゲも尾崎も非常に巧妙に入ってきているので、ぜひとも尾崎さんはですね、親戚ではないでしょうけども、そうですね親戚ではないと思うんです。私がスパイだったらどうしますか。いや本当にね、女性で、若い女性でってね、保守的なことを理解してますって言って入り込んでね、保守の政治家たちを籠絡するっていうことを中国は得意としているので、ね、だから尾崎さんがね、中国のね大使館出入りしているとか言うとね、ああこれはまずいとかいう話になるわけで、まあ、そういう、まあ、冗談ですけども、そういうこともやっぱりチェックしながら我々は、でもそれはこの機密を盗んでるわけじゃない、軍事情報を盗んでるわけでもないし、買収してるわけでもないから、スパイ防止法ができたとしても捕まえることはできないわけです。繰り返しますが、そういう意味でどこの国でもインテリジェンスヒストリーという学問分野を作って、軍や政治家たちはそういう学問を真剣で勉強しながら自国の国益と防衛インテリジェンスを守るための努力をしてきているわけですので、そういうことも、まあ、今後ですね一緒に考えていくことができるといいなというふうに思っている次第です。
はい、まあ、この江崎先生が今回書かれた内容、まあ、皆さん読んでいらっしゃるかと思うんですけれども、いかに中国が巧妙かっていう工作すごいなっていうのを本当に思いますので、はい、ぜひとも読んでいただきたいと思います。今日も江崎先生ありがとうございました。